皆さんこんにちは。秋田で働くラボ研究員の相葉しおりです。さあ本日は秋田で就職を希望する全ての方を対象とした英単フェア in 秋田の会場にお邪魔します。まず英単とは秋田への U ターン、I ターン、J ターンの総称で、秋田では秋田に帰ってきたいと思う方、すべての方に対してオールターンの A、秋田の A、その両方を掛け合わせて A ターンというふうに呼んでいます。早速会場にお邪魔してみましょう。ハローワークのブースにやってきました。こういったブースは堅苦しくて一人では立ち寄りづらいと思っている方も多いのではないでしょうか。私も来る前はそう思っていたのですが、実際に来てみますとご覧の通りカラフルで明るい雰囲気で、一人でも気軽にふらっと立ち寄れる雰囲気です。こちらでは実際に職業適性診断が受けられるということなので、私も実際に体験してみたいと思います。わからないことがあったら近くにスタッフさんがいらっしゃるので、すぐに質問することもできます。ではやってみましょう。スタート。品物を売るこちらと思えないグループのリーダーになる、あまり自信がない。さあ、適性診断の能力の評価の結果が出ました。こちらです。わあ、当たってる気がします。こうやって改めて自分の得意なこと不得意なことがはっきり分かると、自分にはこういうお仕事が向いているんじゃないかなというのが見えてくるので、すごく参考になります。そしてなんか背中を押してもらえますね。こちらでは県や市町村と移住定住の相談をすることができます。今日はなんと70社以上もの企業さんと実際に面談することができるんです。自分が気になっている企業さんと直接面談ができるのは嬉しいですよね。ハローワークは全国ネットワークの強みを生かし、全国どこにいても秋田で働きたいという気持ちをサポートすることができます。ハローワークインターネットサービスではオンラインでも応募することが可能ですので、皆さんぜひお近くのハローワークにお立ち寄りください。お盆の時期の8月と年末の12月にこのようなイベントを定期的に開催しています。イベント情報は秋田労働局職業安定部の公式インスタグラム、ツイッターでも確認できますので、皆さんぜひフォローしてください。